詐欺です。詐欺、全部詐欺。だから食べてみると、うんこやん。フォロワー数1000万人の内山さんと秋社長が作る SNS 攻略情報は概要欄から。 SNS 運用代行って何？教えてー。教えてください。教えましょう。ありがとうございます。SNS 運用代行ってよく耳にしますよね。あれってそもそも何なの？ぶっちゃけ、ほとんど詐欺だと思ってます。詐欺よ、詐欺。実力のない人たちがとりあえずネットで仕入れた情報をただ売ってるだけでお金持ちになっちゃう時代なの。それを良くないと思ってこの2人でタッグを組んでこの番組を始めたんだけども、 SNS 運用代行ってまず何なんですか？企業や個人で SNS のアカウント、 TikTok、YouTube、インスタ、Twitter、Facebook、それぞれ SNS を代わりに我々が動画作って投稿しますよっていうのが一応僕のサービスでやらせていただいております。ほとんどの場合そうですよね。例えばピザーラさんとかが SNS 運用代行を任せるんだったら、ピザーラさんに週に1回とか撮影しに行って、それを僕たちで編集して投稿するみたいな、そうですね、サービスですよね。私は通りです。なるほど。 SNS 運用代行、これ詐欺とかが多い僕はイメージがあって、イメージというか実際多いんですよ。進行上知らないふりしたけど、多いんで。 SNS 運用代行とはっていうところで SNS 運用するらしいけど、何が問題なんですか今は？いろいろあるんだけど、企画とか動画がそもそも質が悪いんで伸びない動画を作りますと。例えば今僕ご依頼で月動画20本作って僕が投稿しますよと。それで月50万で撮ってはいるんですね。これっていわゆる僕が考えた企画、僕の編集、僕が現場回したりとかいろいろやって、金額が50で話してるんですけど、月20本で30万でやりますよっていう人がいました。全く同じことやります。だったら安いそっちの方がよく見えるじゃないですか。結局動画の内容なのよ、その良し悪しって。数字とか見栄えだけで言ったらそっちは安いんだけど、動画の質やクオリティはもうゴミ、うんこ。言い方やば。チョコレート20個もう1000円で買えるんだけど、こっちは20個500円で買えると。あ、じゃあ20個500円で買った方がいいやで買うやん。もう中身うんこなの。うんこのチョコレート。なるほどね。え、何これ。見た目似てるけどね。そうそうそう、ね、けど詐欺ってそういうことなのよ、金額安いし数も同じだよ。なんだけどやっぱ中身がすり替わってる。メルカリとかでもよくあるよね。じゃあ SNS 運用代行詐欺なんだ。全部詐欺だよ全部、俺がやってるやつが全部詐欺。詐欺詐欺。我々のサービス以外詐欺だ。ダメだ全部詐欺だ。ダメだ。ピザ屋さんだったらピザ売るためにアカウントを伸ばしたい。スポーツチームでもボクシングとかでも何でもいいんですけど、そういう時に自分で撮影して編集して投稿してバズるためのノウハウがない方が SNS の運用代行をということで我々プロに任せてっていうところが一応 SNS 運用代行。ただここで SNS 運用代行とはプロに代行してもらうっていうところで、皆さんですね SNS あんまり詳しくないと思いますから、誰が作ってるのかわからないと。今のところは大抵の場合 SNS 運用代行とは詐欺です。詐欺、全部詐欺。僕の印象9割は詐欺だと思ってる。だから食べてみると、うんこやんみたいな、ほんとそんな感じなのよ。そういう SNS 運用代行って SNS の運用代行っていうだけでビジネスを知らないやつが多いんですよ。いや、そうっすね。その人たちが SNS 運用代行したらどうなりますか？意味のないアカウントが生まれるんですよ。味のないチョコレートってことや。でも SNS 運用代行って SNS 伸ばすっていうのだけが仕事なんだけども、そんなんでねえ仕事を振ってるわけだから、本当はさ人気になりたかった、ビジネスでお金を儲けたんですよ。目的があるわけ。 SNS 運用代行するためだけですじゃないのよ。 SNS 運用代行っていうのはビジネスのサポートですから。もちろん人気になりたいんだったら人気になるためのキャラクター付けだったり、それをやるっていうのが本物の運用代行です。間違いない。すごいいいこと言ってる。 SNS 運用代行を考えてる人って一回自分でやるべきだと思ってます。こいつらポジショントークしすぎじゃんって思う人もいると思うんですよ。これはなんでそうなっちゃうかっていうと、知らないからね。自分が伸びるのと他者を伸ばすのってね、また違った能力が必要なのよ。これもねむずいのよ。今伸びてるインフルエンサーが運用代行しても結構失敗するケース多いよ。運用代行でいろんな実績とかがないと、その人が育てるプロなのかっていうのはまた別の話ですし。その通り。
ね。内山さんも950万人ですごいけど、まあ、めっちゃ伸ばしてるからね。そう、実績もあるし、俺人を伸ばすのめっちゃ得意なのよ。 SNS 用代行は使う前に自分で一回やってみた方がいいと思う。そうするとどの業者が良くてどの業者が悪いのかと、本当にポジショントークを言ってるのかどうかっていうのが分かると思 う、ね、今の市場感的には SNS 用代行とは詐欺って言っちゃっても僕は間違ってないと思うし、それをね正せるようなねビジネス展開はしていきたいなって思いますよね。暗号通貨とか、うん、まあ、アフィリエイトとかも世間的には詐欺が多いイメージなんです。あと NFT もね、全然悪いことじゃない。そうなの本来は。そう、9割ぐらい詐欺や、うん、だからもう詐欺と言ってもいいんだけど、まあ、もちろんその中でもちゃんとしたやつもあるよっていう意味で今日はいろいろ詐欺って言ってます。そうですね、それを分かるには自分でちょっと触ってみたい、こういうとこはダメなんだっていうのが分かるとだんだん見えてくるところがありますので、本当に分かんねえ時間もねえっていう人に関しては最初からね頼むのもありかもしれないけど、ある程度時間に余裕がある人は自分で一回やってみると、なるほどそういうことかっていうのが見えてくるんじゃないかなと思っております。素晴らしい。ということで今日はですね SNS 運用代行とはということでお話をしていきました。はい、さあ SNS 運用代行について知りたいよっていう人はどうすればいいんですか？この動画の概要欄の URL からコメントいただくか、この動画のコメントいただければ返信もしますし、またこういった感じで動画の題材にさせていただきますので、ぜひぜひコメントよろしくお願いします。今日もありがとうございました。バイバイ。バイバイ。